今週のおまけです。エビチューファミリーさん、女性30代大阪府、先日ブログで西田先生が毎日筋トレをされていると知りました。お腹が出ていないのはやっぱり日々努力をされていたんですねと。私も見習って筋トレを始めたいのですが、どんなことされたらいいのか教えていただくと嬉しいです。よろしくお願いしますと。ということで、実はワンダーコアなんですねで、ワンダーコアとワンダーコアスマートと両方とも持ってたんですけれどもね、まあ、スマートの方は私ちょっとね、なんか自分で相性悪いなと思いまして、これはあの秘書のたぬきちにあげました。たぬきちさんがしっかりお腹へこんでくれればいいと思いますけども、ワンダーコアの方でこれをですね、1日、まあ、100回ですね、それから腕立て伏せを100回、そしてですね、あとはこうなんていうんですかね、屈伸、あのこのこういう関節をですね、回したり、こうあの伸ばし、柔軟体操ですよね、いわゆる、まあ、これを一通りやって、そしてこれだけではですね、カロリーが減らないんですね。で、京都にいる場合には、そこから室内自転車で30分で、東京の場合にはですね、あのこの、あそこですね、あの靖国神社まで、ちょっと小走り行って帰ってくると30分ということで、まあ、大体都合ですね、1時間ぐらいかかっちゃうんですね、 全体のですね、汗だくだくになります。これをやっていくと、なんとか、体重が、あんまり増えないでできるのかなと思っていますので、ぜひエビチューファミリーさんも、できるところからやっていただきたいと思います。ありがとうございました。